腸活の専門家が普段どんなものを食べているんでしょうか。今回は私のある一日の朝食メニューをご紹介していきたいと思います。早速ポイントからお伝えしますね。お伝えした後に実際のメニューをご覧いただきたいと思います。ではポイントはその腸活ですから、腸内環境が良くなる食べ物をもう必ず毎食気をつけてとっているんですね。しかも美味しく食べております。ではこちらご覧ください。孫は優しいの頭文字の食材をバランスよく毎回取り入れております。で、間は豆類ですね。味噌、納豆、大豆であったり、こういった豆製品。ごはごまなどの、種類ですね。ナッツも入ります。で、和はわかめに代表されますように、昆布であったり、海藻類ですね。やはもうお野菜です。旬のものを召し上がると特に良いと思います。あと、さは、魚です。イワシであったり、アジであったり。で、しはね、椎茸ですね。私、大分県民ですから、椎茸特産なんですけれども、こういった椎茸であったり、しめじ、えのきなど、きのこ類です。最後は、いいです。これは芋類ですよね。さつまいもであったり、じゃがいもであったり、こういったものをバランスよくとっていくことで、あなたの腸内環境が整います。なぜかと言いますと、その善玉菌と呼ばれる痩せ菌を増やすことができたり、また元気にいつまでもこの腸内にね、居ついてもらうポイントになる食材が今の孫は優しいの頭文字の食材なんです。で、プラスその腸内環境の先ほどお伝えした痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を多く含む食品が発酵食品なんですね。納豆であったり、ぬか漬けであったり、味噌汁、ヨーグルト、キムチなどなどです。で、プラスその水溶性の食物繊維ですね。これはその善玉菌の餌になるものですから、海藻類であったりそういったものですね。要はネバネバ食品です。で、3つ目、オリゴ糖です。これもすごく大事なんですね。例えば蜂蜜であったり、バナナであったり、あとは玉ねぎなどにも含まれております、このオリゴ糖。そして最後4つ目、EPA、DHA。これはやはり良質な油ですよね。主に青魚に含まれております油なんですけれども、青魚が取りにくいという方は、アマニ油とかですね、そういったオイルを調達されてもいいと思うんですよ。では、私が普段食べている今回は朝食メニュー実際にお伝えしていきたいと思います。プラス美味しいレシピもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではこちら外していきます。私のもう基本はですね、この孫は優しいの通り和食中心になります。もうとにかく和食なんですね。そうすることであなたはその難しく考える必要がないんですよ。和食中心で取れたらその腸内環境を良くすることができて、結果きれいに痩せることができるわけです。で、私もこのメニューにしだしてからもう本当にこの体型を今キープできておりますし、本当もう病院に行かなくなりましたね。もう風邪もひきませんし、もう10年前と今と比べたら今の方がもうすごく元気です。それぐらい腸内環境を整える食事大事だなと思っております。で、また今からご紹介するメニューは私がお伝えしておりますファスティングというプログラムですね。そのきれいに腸活をしながら痩せるというコンセプトでお伝えしているメニューがあるんですけれども、その時のそのファスティング、断食ですねをする前にとるその準備食のその前に普段気をつける食事にも使えますから、ぜひ参考にされてみてください。で、またこのファスティングご興味おありの方はファスティング限らずですね、どうやったらきれいに痩せるのかっていう、ご興味ある方はこちらいつも詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様ご登録されて私に直接ご相談されていらっしゃいますから、ご必要な方はぜひ登録してくださいね。では、まずお写真も後からね見れると思うんですけれども、私がとにかく毎朝食べるのは無農薬の玄米ご飯なんです。そのまた玄米 100% だけではなくて、その玄米にトッピングするんですね。で、こちら見えますでしょうか。無農薬玄米にプラス炊く時にですね、紫もち麦を混ぜます。でまたこのもち麦がですね、もう非常に食物繊維が豊富ですから、もう腸内環境、腸の大掃除ができるわけなんですね。でプラス私別動画で痩せるドリンクということで麹水というのをねご紹介してるんですけれども、その麹水に使い終わった後のその米麹を普通に玄米に混ぜて炊くとですね、これがまたもう柔らかくなってものすごく美味しいんですね。なので米麹を使ってます。そして炊き終わったこのご飯に、今回はそのわかめとひじきとちりめんとごまが入ったグリーンコープさんで買ってるんですけれども、化学調味料が無添加のふりかけをかけていただいてるんですね。でもここですでにわかめとひじきが、孫は優しいの和で海藻が取れてますし、ゴはごまですよね。そしてちりめんが魚、もうここだけでゴと和と3つ、孫は優しいの中の3つがもう取れてしまっているわけです。で今度味噌汁に行きます。で国産だしのお味噌汁作っています。でこの時にですね、こちらも別動画でお伝えしています痩せるその納豆麹の作り方をお伝えします。材料は納豆と玉ねぎと生姜と塩麹、この4つだけなんですけども、そこで1日発酵させてですね、いつも冷蔵庫にストックしてるんです。でその納豆麹をもう毎回お味噌汁の具として使ってます。でプラス今回は干しれんこんと切り干し大根を使いました。なぜかというと朝ですね、ちょっと寝坊しまして時間がなかったので、もう朝来てる時間が面倒くさくてですね、パパッとこう干し野菜で作りました。もうとっても簡単です。そのままも入れれば OK です。でそこでちょっと色味がね寂しかったのでオクラを刻んで入れました。あとはしめじですね。でここでもうすでに発酵食品がお味噌汁と納豆麹で取れてますし、あとお野菜ですよね。孫は野菜、いやオクラもそう、あとしめじはシダかしいたけ類で、ここもクリアなので、先ほどお伝えした孫は優しいの中で味噌汁豆ですよね、豆類なんでが取れて、発酵食品も取れて、野菜が取れて、しいたけ、きのこ類がここでバッチリ取れております。でこの納豆麹味噌汁ものすごくおすすめですよ。納豆はですね、本当に腸活にはもうベストな食べ物ですから、ぜひぜひ召し上がってみてくださいね。では次に行きましょう。でおかずとお野菜系なんですけれども、今回ですね、納豆にも、塩麹納豆入れたんですが、私納豆大好きなのでそのちょい足しの量では足りませんから、納豆も別に小皿で作ってます。でここもすごくおすすめのレシピがありますのでご紹介しますね。納豆はもちろん、大豆は国産大豆の納豆を食べております。でそこにですね、私は、皆さんいかがですか？納豆を食べる時って大体添付されてるつゆ、タレがあると思うんですけれども、私はそれは使わないんですね。なぜかというと化学調味料が入っているから、ほぼほぼ。でそれは化学調味料って書いてないんですよ。原材料を見ると調味料をアミノ酸などと記載されている。これは天然のアミノ酸ではなくてですね、化学調味料です。すごく腸内環境をよく汚してしまう食べ物ですが、私は取らないんですね。でそこで私がおすすめの納豆の手作りのタレのレシピがあります。これはですね、私は今回は、オイルは結構変わる時があります。今回はえごま油をちょい足しして、あと黒酢と塩麹と粉チーズを適量入れてですね食べております。もうお好みでいいと思うんですけども、私の場合は、大体そうですね、もう小さじ油が1、黒酢が大さじ1ぐらい、結構酸っぱいの好きなので入れます。で、塩麹が小さじ1ぐらいで、粉チーズはもうパパッと振りかける程度なんですけども、もうこの納豆を食べただけでもうあなたの腸内環境めっちゃくちゃ整いますから、もうぜひ召し上がってみてくださいね。もうまずは納豆と粉チーズがもう発酵食品ですし、塩麹もですね、あともうお酢もですね、すごく痩せますよ。お酢ってすごく大事です。代謝を上げてくれますし、血液もサラサラになりますし、本当におすすめで、またこのエゴマ油もですねおすすめですね。あとアマニ油の時もあれば MCT オイルを使う時もあります。いずれにしても腸内環境を良くするオイルですから、ぜひ調達してみてくださいね。お腹もスムーズに動き出します。でプラス、お野菜の方のお写真見ていただきますと、私今回ぬか漬けなんですよ。もうこれはもう本当に毎日毎日混ぜても大事に育てているぬか床ちゃんがいてですね、今回はお野菜が使っていたのはゴーヤと人参とオクラがよく使っていたので、こちらを美味しくいただきました。でぬか漬けも発酵食品ですから、もうどんどん痩せ菌と呼ばれる善玉菌を多く含む食品ですので、あなたもぜひ作ってみてくださいね。とっても美味しいです。でこれからね、だんだん寒くなってくる時期は発酵にやっぱり時間がかかりますので、ちょっとねすぐに食べれない時もあるんですけども、上手にお野菜をローテーションしていつでも食べれるように常備しています。そしてあと今回ぬか床の使いがですね少なくて量が足りなかったので、あとお野菜足してみました。お写真でも見れますか、赤色はミニトマトですね。であとは私これも別動画でお伝えをしていますビネガーキャベツと言いまして、酢キャベツのことなんですけども、こちらももう毎食食べてます。もうキャベツも食物繊維がたっぷりですし、またこのビネガーお酢で作っていることで、もうとにかく腸内環境を整えて痩せ体質になることができますから、おすすめです。で冷蔵庫で1回作っていただくと、1週間ぐらいも軽く持ちますので、常備菜としてもおすすめなんですね。で今回ちょっとパパッと上にかけてる黒い点々はですね、今回七味を加えてあえてみました。私のですねクライアントの方がですね、先生旅行のお土産にどうぞって京都のお土産でいただいても貴重なその七味をですね、大切に振りかけていただいております。とっても美味しいです。そして最後は、さつまいもを蒸したものがちょんと乗っていると思うんですけども、孫は優しいの最後「い」のとこですね、芋です。やっぱりお芋系も食物繊維いっぱい入ってますから、もうぜひぜひ1日の食事のトータルでどこか入れていただきたいなと思うんですね。そして、最後ですね、メインのタンパク質ですね。炭水化物があってタンパク質があって、脂質があって、バランスよくですねこれ取っていくんですけれども、今回いり卵を作ってみました。で、ミックスベジタブルを使いました。これはグリーンコープさんのもう本当国産野菜の美味しいものがあるんですけれども、そこにコーンと人参のグリーンピースが入ってますから、彩りも良くなりますし、今日娘のお弁当にも入れました。でこれがですね、卵とお野菜だけじゃなくて味付けはどうしてるかと言いますと、私はシュレットを入れます。シュレットは何かと言いますと、これもまた別動画でお伝えしております通り、大豆からできたチーズのような感覚で食べれるシュレットなんですよ。美味しいんですよ。もう本当にね、普通にとろけるチーズみたいにとろけてくれるんですけれども、実は乳製品で作ったものではなくって大豆でできてるんですよ。これいいですよ。卵と一緒に混ぜるとですね、本当にちょっとコクが出ますし、とろみも出ますしね、おすすめです。そのシュレットを入れまして、あと味付けは塩麹を入れます。私毎回もう塩麹は万能の調味料ですね。もう発酵食品ですし、もうほんとおすすめです。でまたそこにちょっとお出汁を入れて味を整えて焼きました。これね絶品です。食卓出る頻度も多いんですけれども、こういった形でしっかりやっぱりタンパク質を摂ることが大事なんですね。でファスティングの時の準備食としては、今お伝えした内容でちょっと控えていただきたいなっていうのがやっぱ卵なんですよね。卵はやっぱりちょっと高タンパクになってきますので、ファスティングの準備食ではちょっとねお休みなんですよね。なので私は今お伝えした内容でファスティング前に食べるのは、卵の代わりにお豆腐に切り替えていつも食べております。これでバッチリなんですよ。ご参考にされてみてください。ファスティングの準備食にもおすすめ。卵が豆腐に置き換わったら OK です。さあ、こちらですね、今ご紹介した内容が私の今回の美腸活専門家としてのとっている朝食メニューなんですよね。いかがでしたか？そんなにね、私難しいもの全く作ってないんですよね。もうほんとシンプルで、もう毎回もうこれにお野菜の種類が変わるぐらいです。もうベースはもう今のメニューなんですよね。オイルの種類を変えてみたり、野菜変えてみたり、卵のタンパク質が、お魚に変わったり豆腐に変わったり、そんなもんなんです。でも本当にですね、美味しいんですよね。特にファスティングをしますと味覚も変わりますから、もう本当に素材の美味しさが分かりますから、あなたの味覚も変われば痩せやすくなりますし、結局その腸活、腸内環境が整えば自然と痩せ体質になることができます。さあ、いかがだったでしょうか？このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことであなたがとにかく健康的に綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とっても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいんです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。